内定費とは、皇室経済法に基づき天皇及び内定にある皇族の日常の費用その他内定諸費に充当される、ため支出される費用。より具体的には、第4条第1項の条文を根拠とする。皇室経済法施行法によって定められる定額が、毎年支出される。金額は定額制であり、1996年度以降、 毎年3億2400万円と規定されている。なお、内定皇族以外の皇族には皇族費が支出される。内定外皇族は皇族費以外の収入があることが想定されており、皇族費は内定費と比較すると一人当たりの支出金額は低い。一旦支出された内定費は扱い額内庁の経理に属する公金からお手元金となり、 余剰が発生しても返還の必要はない。この支出に対しては所得税及び住民税を課されない。過去の国会答弁では内定費の使い道は人件費と物件費の大きく二つに分けられ、全体の約三分の一が人件費、残る三分の二が物件費とされている。物件費には食費、被服費、研究経費、私的な交際費、 ご用邸などへの私的な旅行費、宮中で受け継がれる神事の経費などが含まれる。90年の国会答弁で、当時の宮尾バンク内庁次長が、もう少し詳しく、物件費の内訳は、ご服装や身の回りのご用度の経費が18%程度、ご食事、厨房器具等の経費が13%程度、奨励金、賜り金、その他交際費が9%程度、それから、 研究、教養関係の経費が7%程度、吸中採取の関連が8%程度、その他雑費が11%程度と説明している。内定費は1996年度から金額が変わっていない。ただし、戦後復興、高度経済成長期を経て、バブル期に至るまで金額改定が重ねられてきた。改定ルールは1968年に、 懇談会指針で国家公務員給与の改善率、それに消費者物価の上昇率に基づいた見込み額が定額の10%を超える場合に改定を実施するとされることになった。さらに1968年懇談会指針で内定費は不時に備えるため1割の予備費が加算されるものと認め、ある程度のゆとりをつけると決まった。 公室経済に関する重要な事項の審議に当たるため、合議体の公室経済会議が設置される。同会議の議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、区内長の長並びに会計検査院の長の8人。議長は内閣総理大臣。公室経済会議の主要な職務は次の通り。皇后、不都市皇太后、 皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内定にある、その他の皇族が、支給対象となる。内定にある、その他の皇族は、天皇、皇太子、皇太孫の息子、または娘であって、未成年、未婚などの理由で、独立の生計を営んでいないものとして運用が、行われている。内定職員給与など、 日本放送協会の食卓であった、京急議人新王、国際交流基金の食卓であった、高窓の宮のリフト新納、立命館大学で研究員を務める秋子女王など、各種団体の役員などとして収入を得ている。また著作を刊行している皇族には、印税収入がある人物もいる。AB、週刊ダイヤモンド十六号、二千十六年九月十七日、 ダイヤモンド社、皇室の経済、宮内庁、2019年9月15日閲覧、ありがとうございます。